はい、まっちゃんねるです。おはようございます。今また朝の4時なんですけど、今回は群馬県の自宅へ公共交通機関を使わずに戻ってみたということで、頑張ってみようと思っています。はい、今回のルールは、公共交通機関を一切使わないこと、あの途中どこにも立ち寄らないこと、まあ、自販機は除きます。向こうでも極力接触を避けるという行動を徹底して、群馬県でちょっと用事を済まさなければいけないので、それはしっかりと、ミッションをコンプリートしていきたいと思います。長い旅になります。ここから一回東京都に入ります。川の向こう側を北上でしたね。間違っちゃったけど、まあいいや。すごくいい道、夜が明けてきました。日のね、真っ赤の太陽がね、まだ水害の影響が出てますね。この景色見たことあるよ。あっちが埼玉ですね。あの橋は渡ってみようと思います。高崎90キロ。100キロ切りましたね。景色が埼玉っぽくなってきましたね。自転車の道がないよ。持って上がるしかないよ。線路越えないといけない。ちょっと休憩です。3時間ぐらい走ったからね、甘いものが欲しかったし。バイパスの高架のところの下が繋がってないので、このグザンクニアにジグザグに走ってるのになんかすごいロスしてますね。これ熊谷市に入りました。ちょっと休憩だね。今家を出て6時間ですかね。もう走り続けで熊谷まで来ました。思ったより早かったね。ちょっと疲れたんで炊飯中です。追加です。はい、納豆ご飯完成です。止めようか。でかいね、顔が。はい、すみません。よし、うん、きれい。どんどん田舎になっていくね。お、群馬の道。お、はい、前橋27キロ。山に帰ってきました。ただいま。
ただいま。疲れた。疲れました。疲れました。今回はね、これを取りに来たんですよ。はい、お疲れ様です。疲れました。とりあえずシャワーを浴びてきたんで、今回ですね、スーパーカブを取りに帰ってきました。とはいえ公共機関使いたくなかったんで、なんとか気合と根性で123キロ11時間で走破しました。今僕いるのが、親父の部屋なんですけど、これ離れになってましてね、トイレも別とかで結構隔離とは言いませんけどね、共有部分一部ありますけど、できるだけこちらでも接触を避けながら、どうかな、2日ぐらいちょっと疲れたんでね、ちょっと休んでまたバイクに乗って帰ろうと思います。はい、じゃあとりあえず皆さん良いゴールデンウィークを。乾杯。